じゃあ皆さんこんばんは。日本レタグラフィー協会事務局スタッフの吉岡あさみです。よろしくお願いします。今日はですね、湘南藤沢で、レタグラフィー、アイシングクッキー、和菓子など、たくさんのレッスンをされております、スイートセレモニー、はるか先生をゲストにお迎えして、インスタライブ配信していきたいと思います。はるかさんよろしくお願いします。お願いします。はい。で、はるか先生はちょっとね、はい、お顔出し NG なので、今日代わりにね、はい、テッドちゃんが。はい、テッドが、分身で、はい、よろしくお願いします。ね、可愛い子が、ね、ハローって持ってる。はい。そう、はるかさんは、本当はね、もうめっちゃ可愛いんですよ、みんな。そこね、ホームページをね、見て。レタグラフィー協会のホームページ新しくなりまして、ね、はるかさん、講師の声で、ちょっと感想を寄せてくださってまして、そこはね、ちょっとちらっとお顔出しされてるんですよね。あ、そうなんです。なんか、意外と引きのお写真で提供させていただいたんですけど、うまいことトリミングしてくださって、アップになってて、びっくりした。思いのほか映ってると思って。思いのほかちょっとビッグサイズになってました。そう、ビッグサイズになってて、あれと思って。いや、ちょっと。でも、本当めっちゃ可愛いのに、もったいない。いつも、はるかさんなんで顔出ししないんだろうと思って。いやいや、もう、レタグラフィー協会の、ホームページで、雰囲気がなんとなく分かっていただければ、嬉しいです。はい。じゃあ、早速ですね。じゃあ、はるか先生、簡単にで、構いませんので、自己紹介お願いします。はい、じゃあ、簡単に、神奈川県藤沢市にて、レタグラフィーと、あと和菓子、アイシングクッキーの教室、スイートセレモニーを主催しています。はるかと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、で、今日はですね、バレンタイン×レタグラフィーをテーマに、ちょっとはるかさんとお届けしたいなと思ってるんですけど、ちょっとその前に、はい、はるか先生が、そのレタグラフィーを、習おうと思ったきっかけは何だったんですか？はい、きっかけなんですけれども、ですね、もともと私、理事の、陣馬智子先生の大ファンで、もともとレタグラフィー始められる前から、コンサルタントとか、ね、ご活躍の時からの大ファンで、メルマガをね、登録させていただいたんですよね、もともと。はい。それでレタグラフィーっていうのをやりますよっていう配信が来て、それでレタグラフィーの存在は知ったんですけれども、そう、それでは、なんかレタグラフィーって何かなっていう気持ちで、品川で開催された体験会に、参加させていただいたのがきっかけで、もともとでも私は文字を書くことがすごい苦手で、なんか自然とこう避けていたんですよね、実は。はい、なんか意外。いや、本当にね、全部パソコン打ちで、なるべくこう書かないようにっていうのをしてきてたんですけど、このレタグラフィーのコンセプトである、こう、誰でも手軽に日常的に文字を使っておしゃれなアイテムが作れるようになるっていうのを聞いて、誰でもっていうことは、なんか私みたいにこう文字を書くのが苦手な人でも、本当におしゃれにこう作れるんだろうか、書けるようになるんだろうかっていう、こう、若干のこの疑いの気持ちと、本当にっていうのと、じゃあ自分で、試してみようとか、こうチャレンジしてみようっていう気持ちと、ちょっとコンプレックスを、もうこれを機会に打破したいっていう気持ちもあって、東京一期生として参加させていただいたのが、こうきっかけなんですよね。あれか、コフレジョワイユのギュリ先生とか、千鶴子先生と同じ感じ、そうです。はい。そう、同期で受講させていただきました。そっかそっか、もうね、レタグラフィーでも一期だから結構もう長いですよね。そうですね、あっという間に2年ぐらいかは経ちましたかね。で、メインのレッスンはレタグラフィーとアイシングクッキーと和菓子ですか？そうですね、はい、その大体3種類ぐらいをはい、やっていただいてます。なんかね、和菓子もすごいいつも可愛いから。ありがとうございます。なんか私3回目早く受けに行かないと。そう、浅見先生ね、コースにね、和菓子のコースいらしてくださってて、本当ありがとうございます。私、あんこ大好きなんで。美味しいですよね、あんこね。美味しい。でもその、はるかさんのとこで習った、桜餅、道明寺、
あれはね、作ってる。あ、嬉しい。なんかあれも、なんか、はるか先生のって、こう、曲げわっぱに、こうレタグラフィーでね、ラベリングしてあって、こう、なんか和菓子かけるレタグラフィーもね、すごい斬新で、うん、めっちゃ可愛かったです。今日も実はあの、和菓子とレタグラフィーっていうのをちょっと用意していてですね、うんうん、ラッピングで、バレンタイン。本当ですか？はい、また後ほど紹介できればと思います。そうですね。和菓子もだし、うん、なんかレタグラフィーも、なんかこう何もかもね、こう世界観がすごい、統一されてるなっていつも思っていて、すごいすごいですよ、すごい素敵。いや、ありがとうございます、うん、それのなんかこの作り方のコツとかってあるんですか？なんか世界観、なかなか、うん、あの難しい質問だと思うんですけど、うん、あの世界観ってこうすぐにパッて作るからできるっていうものでもなくて、うんうんうん、なんか私も教室始めた時はこう漠然と可愛いとか美味しいとかっていうのが、うんうん、こうコンセプトでテーマでやってきてたんですけど、やっぱ可愛いっていうのにもいろいろあって、うんうん、こう可愛いの概念も人それぞれ違ったりとか、確かにあの、ねうんうん、すると思うんですよね。なので、まあ、あくまであのイメージなんですけど、こうスイートセレモニー、うん、まさに自分自身っていう箱があって、そこに自分がこう可愛いとか、うん、もう大好きって思えるものだけをこうどんどん詰め込んでいって、それをまあ SNS とかでこうアウトプットしてっていうのを続けていくことで、なんか自然とこう自分自身の世界観っていうのが、うん、あのできてくるとか、こう確立してくるんじゃないかなって思ってる。なのでこう好きとかあの可愛いとかってい う, こう直感を大事にしてるっていうのは心がけてますかね。あれね、はるかさんはね、こう、あれなんで、ブレてないんだね。可愛いっていう、はるかさんの中の基準が、もうこれっていうのが決まってて、だからこう、うんうん、なんかこう、うん、どこを切り取っても、ちゃんとスイートセレモニーのカラーに染まってるって感じがする。ああ、ですかね。まあ、ブレてないっていうのは、確かにこう、うん、自分、そうですね。うん。なんか好きなものですね。うん、うん、かもしれないですね。うん、うん。今日ですね、その、バレンタイン×レタグラフィーで、こうね、ちょっと二人でラッピングのアイディアを出し合ってっていうお話をね、最初してたんですけど、ちょっと私、腕が痛くてですね、ほんと申し訳ないって。いやいや、もう、ナビゲーターにちょっとテストね、回らせていただいて、はるか先生がバレンタインのこのね、ラッピングの、ご用意してくださっているので、早速ご紹介いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。早速ですね、今日。そうですね。行きましょう、行きましょう。はい。実は、じゃじゃん。あ、でも見えないか。文字で見えないね。読めますか？文字ね、見える見える。無印良品のスイーツ×レタグラフィーで、思いを伝えるワンランクアップのバレンタインラッピング。はい、ということで、ちょっと4種類。ご用意させていただきました。はい、じゃあこの1個目、うん、はい、100円ショップのキャニスターで見えるラッピング、おしゃれに思いを伝える。はい、どんな感じ？はい、まあ、無印のお菓子って、うん、あの、うんうん、パッケージがすごいシンプルですよね。うんうん、もうそれもすごい無印ならではの良さだったりとかあると思うんですけど、うんうん、やっぱりこう人にプレゼントするにはちょっとシンプルすぎるかなっていうのも、なんとなくちょっと寂しい気もするんですよね。そうですね。うん、なんかお家のおやつとかだったら全然いいんですけど、うんうん、ちょっと差し上げるとなるとちょっと寂しいかなっていうのがあるので、確かに、ね、こうあまり映えてはないからね。そうそう、映えてはいないので、ちょっと、美味しいんだけどね。ね、そこをちょっとバレンタイン風にちょっとアレンジしてみたのが、うん、実はこのキャニスターなんですけども。いやー、めっちゃ可愛い！ありがとうございます。これね、いちご、何が入ってるかっていうと、この、あ、ごめんなさい。うん、おー、うんうん、これ、あの、ブルードメージュっていう、あの、商品が、あ、クッキーみたいな。美味しい美味しい。クッキーみたいな。それを、うんうん、あの、入れてみたんですけど、まあ、こういうお菓子ってやっぱり乾燥が大敵なので、うんうん、こうしっかりとこうパッキンで、うんうん、あの、保存できるキャニスター、これ、ダイソーさんで見つけまして、うんうん、それにちょっと、無地の、こう、ラベルを、あの、貼りまして、こう私が、あの、ハッピーバレンタインデーっていうことで、あの、うんうん、書かせていただきました。
そのでこれねパッキンがこうついてて密閉できるんですよね。なのでこれあの食べ終わった後とかでもあの、まあ、お菓子入れていただいたりとか、あとまあお砂糖とか、そうね、再利用できるからね。そうそうそう、いいね。調味料入れたりとか小物入れとしてもねお使いいただけるので、だから意外とパッキンついてるから紅茶にもぴったりだね。あ、そうそうです。あ、そうだそうだ、紅茶にもいいかも。ねね、そう、うんうん、なのでこういうのがこう 見た目も可愛くて、可愛いです。ありがとうございます。なんかみんな可愛いってコメントくれて。嬉しい。そう、こんな感じでこうあのプレゼントしてもいいかなっていうのが、うんうんうん、まず一番目のキャニスターでした。いや、これは、これ欲しい。あ、本当に。あ、でも紅茶で、浅見先生ぜひやってみてください。うん。あれ、これラベルもダイソーですか？これ、ラベルは、あの、実はあの、うん、ダイソーじゃなくて、あの、電気屋さんとかで売ってる、こう、プリントして使うみたいな。あ、はいはいはい。うんうん、売ってますよね。なんかこう、うんうん、プリンターに。印刷のシールがついてるのし。そうそうそう、インスタの、うんうん、そうそう、あの、印刷できるものの、あの、ね、手書きであえて。筆ペンでちょっと書いてみました、うん、めっちゃうまいんだけど、めっちゃうまい。いやこれあの去年ちょうど今頃あの、うんうん、理事のあのともこ先生があの朝活っていうのをデータコミでやってくださって、うんうんうん、その時にちょうどテーマがバレンタインだったんでしょうね。その時のあの文字をあの参考にさせていただきました。うんうんうん、あそう最初からそう丸でした、うん、そう丸と四角とか、ね、そうなんだね。そうサイズもいろいろある。カットしなくていいんだ。そうなんです、そこがすごい便利で。めっちゃ便利だね。うん、そうです、もうサイズもなんかねいろんな種類がありました。うんうんうん、そうそうそう、なのでぜひこれラッピングにお使いいただけるかなと、これはいい。さあこれはやるね。やるね。じゃあもう2番に行きたいと思います。はい、2番。はい、じゃじゃん。はい、ともチョコにバラマキ大容量スイーツもおしゃれにプレゼントしようっていうことなんですけれども、うんうんうん、友チョコって結構あの女子同士こう交換したりとかっていうのバレンタインでね、うんうん、あると思うんですけれども、うんうん、やりますよね。そうありますよね、うんうん、そこで登場するのが、うん、この無印良品 の塩チョコスティックパイという14個入り299円で売ってるあの商品なんですけど、これぜひばらまきに。知らないな。美味しそう。おすすめで、そう美味しかったです。そうこれあのすごい見た目地味なんですけど、ラッピングして、うんうんうん、実はこのプラパン、これプラパンなんですよ。はいはい、そう。あのトースターとかで作れるやつ？そうそう、あの子供のあの、うん、遊びのダイソーでこれも売ってるんですけど、うん、プラパン自体は。可愛いよ。あ、なんかそれをあのぜひプレゼント用にでこうリボン通して。ラッピングにしてみたんですけど、うんうん、まあ、このラッピングこう使い終わった後もこうなんかキーホルダーみたいに使っていただけるんじゃないかなと思って、はいはい、あのこうラッピングにこう使えたらいいかなって思いました。いいね、お、それそのサイズに加工してから。あ、その元々はすごい大きいんですよね。うんうん、それがキューってちっちゃくなっちゃうから、うんうん、そうこんなちっちゃくなっちゃったんですけど、元々はすごく大きいので書きやすいです。割と書いてから書いてから焼いて、さあ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 焼いて、油性ペンで書いて、そうなんです、うんうん、そうなんです。え、これいいね。ね、そうプラパン、うん、プラパン、あのデジレターできなくてもできちゃう。そうね、グッズみたいな。私なんか実はこう USB とかなくならないようにこうプラパンで、うんうん、こうサンキューとか作ってこうキーホルダー代わりに使ってたりとかするんですけど、意外とよき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 意外とよきよき作れるのでおすすめです。まあ、あとこれもなんか四角い今度はラベルシールでこうキャンディーラッピングっていうんですか、こういう感じで筒状になってて、こういう感じでこうこのラベルシール、今度は四角バージョンのラベルシールにバレンタインデーということで作ってみました、うんうん、これもちょっとお友達にこうプレゼントしたりとか、こう職場の、ね、皆さんにプレゼントするっていうのもいいんじゃないかなと、ね、気軽になんかお配りするのにね、程よいですね。そうそうそうですね、そうっていう感じでちょっと作ってみました。うん、この四角いやつはまたなんか印象が変わって、同じレタグラフィーのね文字でもいいですね。すっきりしてて、ね、ほんとすっきりと、ね、うん、OPP 袋で作れます。うんうん、はい、はい、じゃあ次どんどんいきます。続々と続々と3番、
こうバレンタイン女子会はこれで決まり、はい、少しのアイテムで手作り風パーティーラッピングっていうことなんですけれども、どうなのどうなの、はい、今度無印良品のこのプチカップケーキを使って、ほうほうほう、じゃじゃんとこんな感じで、かわいい、パーティーっぽくこうラッピングしてみました。はい、テトラパックみたいになってるの？そうなんです、そうなんです。もうカップケーキ自体は本当シンプルなんですけど、なんかホワイトチョコをレンチンで溶かして、うんうん、こうスプーンでジャーっと上からのかけて、うんうん、こうトッピングをしてみたんですけど、アイシングじゃないんだ、チョコレートなんだ。そうそうそう、チョコレートをちょっと電子レンジで溶かして、うんうん、ここのやっぱ OPP 袋を、うんうん、まあ、折り込んでこうテトラパックっぽく、うんうんうん、でそうそうそう、で、まあ、なんか本当だとここのトップのところとか穴開けパンチとかで開けてリボン結んだりっていうのが多いと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ穴開けちゃうとやっぱりカップケーキ乾燥しちゃうのでこの時期、うんうんうん、なのでこうちょっとこうピックみたいにこう実はこうなってるんです。なんかそれすごいな。もうこれなんか紙に刺してるだけなんですけど、はいはい、こんな感じで、うんうん、これ100円ショップダイソーさんの、うん、リースとかそのフラワーあれなんかアーティフィシャルとかかな、はいはい、こうワイヤリングしたりとかするときに使うパールなんですけど、それをちょっと刺して、うんうん、でここのトップに刺してっていう感じで。いや、このアイディア素晴らしい。はるか先生すごい。ありがとうございます。純子先生もすごいって、みんなすごいすごいって。本当にすごい。思いつかないよこれ。こんな感じでなんかパーティーとか、うん、まあそれこそバレンタインに、うんうん、彼とかね旦那様とかとこう、うんうん、お食事をされるときにこうテーブルのちょっと片隅にね置くと華やかかななんて思って。いやー、よいねこれ。可愛すぎる。あ、本当ですか、嬉しい。うん、このラッピングはすごい。あ、これはね、嬉しい。ぜひ皆さん使っていただけたら嬉しいです。ぜひ試してみてください。これ本当すごいよ。じゃあ最後行きましょうか。じゃあそうですね。あっという間に、やだ、なんか、行きます。はい、最後、和菓子登場します。和菓子で思いを伝えるとっておきのラッピングっていうことなんですけれども、最後に登場するのが、実はどら焼きなんですね。あ、どら焼き好き好き大好き。どら焼き、さあ、なんか本当にちょっとどら焼きっていうのが売っていて、まあ本当虎柄のどら焼きなんですけど、焼き色がこうまだらになってるんです。そうそうそう、そうなんです、うんうん、まさにこんな感じで、なんか、うんうん、きなこ餅入りどら焼き4つ入りっていうのが売っていて、うんうん、そうそう、それのなんかこのせっかくの虎柄なのでこの虎柄をちょっと活かしたいなって思って、うんうん、こうハートに画用紙をくり抜いてこうつけペンを使ってラブと、まあ、どら焼きっていうことで描いてみたっていう感じで、チラ見せかわゆい虎柄かわゆいかわゆい虎柄ね、そう、これをちょっと活かしてみました、うんうん、あとはこれはですね、うんうん、まあ、これはもう本当に画用紙にゴールド のインクを使って、うんうんうん、ラブラブっていうのをひたすら書いたのをこう巻いて、うんうんうん、で水引きを使ってリボンでちょっと留めてみたっていう感じなんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっとこのちょっとこうお菓子がはみ出る感じ、うんうん、まあ、ちょっと何かっていうのがすぐパッと見分かって、これはこれでいいのかなって、うん、なんかチラ見せかわいい、なんか、物がわかんないで、完全にくるまってるものよりも、うん、なんかこうやってちょっとチラって見えてた方が、うん、ね、楽しい。そうそうそう、はって思いますよね。うん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 、そう、こんな感じで、和と洋の融合みたいな感じで、これは作ってみました、うんうんうん。あと最後ね、これちょっとなんか文字気になってる方も中にはいるかなって思うんですけど。うんうんうん、誰だみたいな感じだと思うんですけど、私横浜流星くんがすごい好きで、あ、そうなの？そう、でなんか流星くんはなんかこう今ドラマの 役作りでトレーニングをね、うん、されてて、見てる見てる、あ、ね、そう、日曜劇場でしょ、そうそうそう、見てる見てる、かっこいいよ ね、うんうん、そうで、なんかこうトレーニングするときにやっぱり甘いものが食べたくなったときに、うんうん、和菓子を召し上がられるそうなんですよね、流星様が。そう、うんうん、
それで流星さんにどら焼きを差し入れするっていう定義で私ちょっと作ってみたんですけど。そうゆり先生流星だったの。そうなんだ。そうでなんかまあ差し入れしたしてこうもらった時に、うん、あなんか差し入れもらったんですねってじゃあいただきますって言った時にこうスライドさせると大好きって出てくる。このちょっと小細工がどうでしょう。かわいい、かわいい。このスライドでぜひこれやりたい、これやりたい。そうなのでぜひ大好きな彼とか旦那様とかに思いを伝えるときにこうちょっとこのスライドの小細工、これちょっとスライドやりたい。皆さん大好きな彼や旦那様に、うん、ぜひぜひ使っていただけたら嬉しいなって思って、ちょっと乙女だ。乙女を作ってみました。最高だねこれね。こんなことばっかり考えてた今週。いやでもまさかのはるか先生に推しがいたとはいやでもこのね最後のちょっとね流星どら焼きにねもう全部持って帰りましたね今日は持って帰りました。このちょっとよかった。ちょっともう一回見せて開けたら大好きだよ。そう大好きでね皆さん。めっちゃ可愛いんだけど。彼とか旦那様にぜひ使ってくださいねこれ。ぜひぜひ、うんうん、ぜひぜひちょっとご覧いただいてる皆様にも、ね、おすすめ、ね、もう一押しのラッピングと、うんうん、プチプラのお菓子もレタグラフィーを取り入れることでこんなにね映えるのでぜひ。本当ねぜひ皆様もうん、無印のシンプルなお菓子たちがこのレタグラフィーマジックでこんなに可愛くなるって、うん、ほんとねすごい。もうはるか先生ほんとめっちゃすごい。 ありがとうございます。ね、はるかさんはレタグラフィーのねコラボコンクール前回の優勝者なんですよ。あね、ありがとうございます。今年も、レタグラフィーコラボコンクール、現在開催中でございまして、うんうん、ね、認定講師の先生方にはぜひエントリーをね、お願いしたいと思ってるんですけど、はるかさんは、うんうん、今年はどんな感じ？ね、まだ実は何も考えてなくて、うんうんうん、どうしようかなって悩んで。あれだよね、マシュマロフォンダント。そうです、そうです。ね、でしたよね、うんうん。そう、ケーキをね、ちょっと出させていただいたんですけど、うんまあ、今年は実はもともと出さないつもりでいたんですけど、なんかこう、理事のね、ともこ先生にこう、ぜひっていうお声をいただいたのと、まあ、こうして、なんか、協、うんうん、会のインスタライブまでこう、出てしまった感じなので、もう出さないとダメな流れですよね、これね。うん、あでもね、なんかせっかく食べ物系のレッスンをしているので、うん、もうどね、もし出すのであればやっぱり食べ物が関係するような作品が出せたらいいなとは思ってるんですけども、うんうんうん、まだ、うんうんうん、まだ考え中というか、はい、になりますので。そうね。まだね、締め切りまではあるのでね、はるか先生もぜひ。はい、ありがとうございます。素敵な作品を。うん。で、あれね、その食べ物系といえば、今は、うん、アイシングクッキー、かけるレタグラフィーのコラボレッスンをされてるんですよね。そうなんです。さ、まあ、2月3月、まあ、ちょっとコロナがね、こういう感じなので、うんうんうん、ちょっと長く伸ばしてもいいかななんて思ってるんですけど、今、アイティングとレタグラフィーのコラボ体験レッスンっていうのをやらせていただいてます。うんうんうん。それめっちゃお得で、どっちもできちゃうの？ ありがとうございます。そう、なんかね、ここにちょっと、それが、ちょっとわかりにくいね。こんな感じでちょっとチョコレートみたいな、これアイシングクッキーなんですけれども、うんうん、まあ、こういう、ちょっと簡単にね、作れるような、アイシングと、あと最終的には、せっかくなので、ごめんなさい。4U のタグをレタグラフィーで作っていただいて、これをちょっと2箱、皆さんに。なんかね、こう、アイシングクッキーなんだけど、ビジュアルがチョコレートみたいなデザインになってるのね。そうそうそう。そうなんですよ。かわいい、かわいい。そうなんですよ。これをちょっと皆さんに、アイシングとかレタグラフィーをこうミックスさせて、うんうん、こうプレゼントにそのまましていただけるような感じで、
皆さんに体験していただいているので、ぜひご興味ある方、レタグラフィーとかアイシングにご興味ある方はぜひぜひお越しいただけたら嬉しいです。早くねリアルでみんなで集まれるようにねなってくれたらいいですね。本当そうです。こうね、レタグラフィーの、こう、勉強会とかね、レタコミとかもね、皆さんでまた集まって、こう、ランチしたりとかっていうね。ね、したいですよね。したいなって、本当思います。そう、なんか私多分、はるかさんと初めて会ったのって、レタコミの後のランチ会だったと思う。そうなのよね。そうだよね。あんまりお話できなかったというか、ね、ちょっと席が遠かったか。そう、席離れてて、ご挨拶、程度だった気がする。ね、そうでしたね。うん、懐かしい。私、2期生だから、うんうんうん、なんかあの時は、やっぱりなんかこう、1期の先生たちがいっぱいいらっしゃって、なんか、行くまでは、なんかもう若干ちょっとアウェーっていうか、いや、大丈夫かなみたいな。いや、そんなことない、そんなことない。感じだったんだけど、なんか、いざその場に行ってみたら、うん、まあ、なんか本当、いい人しかいないと思って、本当にね、皆さんあったかいんですよ ね。本当に素敵な先生ばっかりで。そう。なんか、レタグラフィーの先生たちって、うん、なんか嫌な人一人もいない。いや、本当にね、素敵で、本当あったかくて、うん、もうアイディアもすごい豊富で、うん、こうインスタとかこう見させていただいてて、うん、本当楽しいんですよね。いや、でも今日もはるか先生のラッピングも、本当になんかすごい。あ、本当ですか？出てこない。あ、うん、嬉しい。よかったね。多分私ね、今日ね、めっちゃ可愛いか、すごいしか言ってないこと。ボキャブラリーの少なさっていうか、ボイヤでもなんか出ちゃってるけど。そう言っていただけて、本当よかったです、なんか。で、この、バレンタインのラッピングとかで、レタグラフィーコラボで、皆さんね、ぜひいろいろ、今日、はるか先生のも、真似していただいて、作っていただいた方は、インスタにアップされる際に、ハッシュタグ、バレンタインレタグラフィーのタグをつけて、ぜひアップしてください。いやもう、はるか先生、今日は本当素敵なアイデアたくさん聞かせていただいてありがとうございました。本当ありがとうございました。楽しかったです。